愛の風ライナーは、愛の風と山鉄道及び IR 石川鉄道が、両車線を直通して運行するライナーの名称。サイドマーク、北陸新幹線の長野駅金沢駅間の延伸開業に伴い、並行在来線として、西日本旅客鉄道から、経営分離された北陸本線の一部区間を、引き継いで開業した第3セクター鉄道2社が、区間内の速達性の向上のため、 本列車を開業時点から運行している。全車指定席での運行である。なお、路線開業日は2015年3月14日であったが、当日は土曜日であるため、実際の運行開始は平日内や初日の同年3月16日となった。開業当初列車種別は快速列車に準じた扱いであったが、口術の通り五条防止のため、2016年3月の ダイヤ改正以降、ライナーとして案内されるようになっている。白駅と山駅、金沢駅で、平日の朝夕を中心に運行され、土曜、休日は運行されない。朝の時間帯は、泊まり発金沢駅の上り一本のみ運転。夕方以降については、下りは、金沢発白駅を三本、上りは、泊まり発で、金沢駅一本が運行する。全列車が、 愛の風と山鉄道所属の521系の2両編成で運転され、IR 石川鉄道所属の521系は使われない。開業当初は朝の2号が4両編成で運転されていた。本列車は全車指定席であり、乗車券の他にライナー券が必要となる。料金は1回の乗車につき300円。乗車区間にかかわらず均一で大人。 小児とも同額である。ライガー県は、金沢駅以外の本列車の停車駅及び本列車の車内で発売される。2016年6月5日より、乗車日が属する週の前週日曜日から、金沢駅以外の本列車の停車駅で事前発売するようになった。それまでの事前発売は、乗車日の5日前から、金沢駅以外の本列車の停車駅で行われていた。 ただし、普通列車と同一の車両を使用しているため、普通列車との区別がつきがたく誤乗が多い上、集金システムにも問題があり、ライナー券を購入せずに乗車するケースが発生している。こういった状況を受け、2016年3月のダイヤ改正より車両の種別幕の表示を、それまでの JR 西日本仕様である大々色の快速から専用ロゴを使用したものに変更した。 座席管理データベースは KDDI のクラウドサービスに収められ、駅員、乗務員が操作する端末には iPad のセルラーモデルを採用 iPad と Bluetooth 接続されたモバイルプリンターで発見する。携帯電話回線を通じて座席管理データベースにアクセスできるため、社内でも座席番号の印字されたライナー券が発行される。クラウドや 汎用スマートデバイスの採用により、開発、保守費用は大きく抑えられた。徹底的な機能の絞り込みやアジャイル開発の手法により、システムは半年で構築された。金沢駅、イスルギ駅、高岡駅、小杉駅、富山駅、名目川駅、ウ尾駅、黒部駅、入前駅、白駅、北陸本線時代に、金沢駅等で運行されていた特急が、 停車していた駅を、ほぼ踏襲しているが、現在も七尾線からの上り特急が一部停車する、津端駅は通過する。そのため、IR 石川鉄道線内の停車駅は、始発、終着駅である、金沢駅のみで、それ以外の駅は、すべて愛の風と山鉄道線内の駅である。北陸本線時代の土休日に、富山駅金沢駅間で運行されていた、快速、 ホリデーライナーかな、ザワが停車していた福岡駅についても通過する。なお、泊駅伊藤、市ぶり駅を越えて、越後ときめき、鉄道日本海ヒ水ラインへの直通は行われていない。ありがとうございます。